ルフスイングっていうのは、これ振り子でっていうけど、簡単に言うとすごい二重振り子って二つの振り子がある。左手で言ったら心ちゃんの肩からこの腕、これも振り子じゃん。肩を中心として振り子でしょ。これ1個目。これにゴルフクラブ持ってるでしょ。これ2個目の振り子。1個2個。二重振り子の特性っていうのは一直線になりたがるわけ。この1個目に2個目はいつも一直線になりたがるわけ。で、一直線になるまでは加速するの。一直線になった後、減速するの。うん、減速する。うん、このここの一直線のポイントがすごい一番最大スピードなの、はい、加速中に打ちたいわけ。加速中に、そうそうそう、加速中に当てたいわけ、うんうん、飛ぶ子ってのは結構こういう状態がいいじゃん、うんうん、そう、加速中に当たってるわけ。さらにだよ、左手に対して加速中ってどういうことかって言ったら、コールちゃんの左手のこの腕に対して加速中はどう、加工中でしょ。加工してる、加工してるじゃん、はい、でもこれは上昇中でしょ。でほとんどの人が上昇中で打ってるんですよ、うん、でもこうやったりするとダフン内で打ったりするわけ。あとはこうやって起き上がったりとか、そう、うん、そう、だからそう考えるとこうやって小さい動きでも絶対にこの状態、うん、こうやってくるとグラブの加工が最下点ボールの先に来るでしょ。うん、先に、うん、だから結構もうこれが、そうそうそう、理解はできてきてるんだけど、この加速しながら当たるっていうのが必須で分かってくると、普段の練習とかも物理的にゴルフクラブにフューチャーするようになるじゃん、うん、ちょっと意識的には、そう、ちょっと軽くパンパン打ってうまく当てようとしなくても、そう、そういうこと、そう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 、大丈夫大丈夫、加速してる、そう、完璧で、ポンって打ったら、軽く打ったら、はい、離す、こう持ち上げてなくない、これって一切面白いでない。そう、見てて、これ弁方眼ドリルね、結構見てて、ポンって打った後に右手離せます、親指離せます、小指離せます、こうするとほら、うん、なんで今パーンって円運動を起こしてポンって振った後に左手とクラブの関係は一切持ち上げてないじゃん。ないない。そう、でもこれが多分ポンってこうなってる人とかは離してったらもう離せるけど、めっちゃ前腕張りまくりなの、筋肉で持ってるわけ、まあ、確認できる自分で、ちっちゃい動きでよ、そう、振り幅大きくなっちゃった、そう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 、そう、ちょっと頭に入れてほしいのが、右手一本で素振り、前やったかな、右手一本で素振りすると自分を中心に、右視点は右手一本だと右肩でしょ、はい、だからこうやって振るとこっから当たり前だけど、さっきの振り子で言ったらどう、最大スピードがここの辺になるでしょ。なんかだいぶ後ろでしょ。それに対してそのまま同じように振ってくると最大スピードここになるじゃん。全然違う、全然違うでしょ。これは両手でやるから視点がセンターに、そう、だからセンター軸でこうやって入ってくると両手が入ってきた時はこの辺になってくるでしょ。そう、ただやっぱりこれがこういう状態になっちゃうと、これ右が勝ちすぎちゃってるでしょ。そう、右手は使っていいんだけど勝ちすぎるとこうなるわけ。だから結構よくフォローで振りましょうっていうのはもっと左手使いましょうっていうし、みんな嘘なんかついてないんだけど、そのポイントによって変わるわけだよね、いうことが。そう、でもそんなの毎回さ、なんか雑誌とかさ、上手い人とかに聞いたら毎回違ったら困るじゃん。だから物理的な側面からもある程度大人になってると理解していかないと。そう、物理はもう別に普遍じゃないですか。簡単に言うとイメージとしてはこれが、これ低い球、うん、あんま左乗んないで、これが高い球。あ、そうなの。そう、でも手の動き一緒でしょ。一緒。そう、だから自分の重心配分で管理するわけ。こっから結構こうやって低い球とか、うん、あとはあんま行かないでこうとか、あと高い球、そう。でも、そうそう、でも一緒じゃん、そこは。そう。景色に惑わされて、大体ふわってなるよね。そう。でも面白いのはプロとか指導選手でも高い球とか、あの木越えとか、うん、林越えってやるとそれがふわって入ったりするから、みんな一緒なんですよ。そう、ライが悪いとこなんかも下にだよ。下に。最下点も最大スピードこの辺に持ってきていい。こうめちゃくちゃこっちに持ってきてみると余計低い球になるでしょ。そういうこと、すごい。これ普通に打ってみてじゃん。左手リードで、そう、低い球とか高い球は思わず左手サイドのリード感でドーン。そう、めちゃくちゃいいでしょ。そう、何もしてないけどそうなるから。だから手首っていうのはそこの今日の物理が分かっておけば、そう、こっちを止めるとかこっちをしなければ、ちょっと今の心ちゃんの状況だったら左サイドでちょっと左手でダウン入るみたいなイメージで最下点こっち来るじゃん。そう、左手でって思っとくだけね。そう、
なんか家とかでは難しくこうやって書いて覚えていいけど、コースでたら今日の話は、あ、そっか、私は左手でやれば最下点こっち来る、最大スピード左に来るじゃんっていう話。